職務の重圧と民からの信頼、その狭間でもがく様はスターを目指す私たちに似ているところもあるかもしれません。ああ、心が揺さぶられる素晴らしい舞台でした。高揚する一瞬、名残惜しい終焉、幸福な休日でした。この気持ちを抱いたまま台本の読み込みを、来週のレッスンに今日得たものをすべて。あら、あ、ごきげんよう、神楽さん。こんなところでお会いするなんて。神楽さんも今の舞台を見にいらっしゃっていたのですか？うん、そう、最後のシーン、二人の別れが唐突って言ってる人もいたけど、私は前段からの伏線も考えると納得。むしろ悲壮感が主題ではないことを強調したいい幕切れ。未来を感じさせるハッピーエンド、それが私の感想。私だけかな、そう思ったの。あ、ごめんなさい、少し驚いてしまって。ラストシーン？いえ、神楽さんが話しかけてくださったことに。そう、確かにいろいろと考えさせられるラストシーンでした。様々な解釈ができるメリーバッドエンド、私はそう見ました。なるほど。もしよろしければもう少しお話ししませんか？この先に新しいバウムクーヘンの専門店ができたのです。イートインもできますし、お付き合いいただけませんか？一人で考えるより二人で考察した方がきっと舞台への理解も深まるでしょうし。望むところ。では参りましょう。神楽さんと舞台の話ができる日が来るなんて。バームクーヘン楽しみ。ええ、私もです。私がもしこの役と同じように苦しい二者択一を迫られたら、きっとどちらも手放さない道を選ぶでしょう。以前の私なら分かりませんでしたが、愛情さんや99期生のみんなと多くの経験をした今なら自信を持ってそう言えます。本当に学べることは尽きません。息が上がってるじゃない。そちらこそ足元がふらついていたようでしたが。あんたがすごい勢いで打ち込んでくるんだもん。あんな気迫出してくるなんて聞いてないって。さすがにストイックにやりすぎなんじゃない？余計なお世話です。もう頑固なんだから。主演がやりたかったのね。はぁ？ちょっと何なのよ、急に打ち込んでくるなんて。主演を目指していたなど当たり前でしょ。え？素直ね。思い出の舞台ですから。え？思い出の舞台？どういうことよ、天童マヤ。いえ、何でも。ちょっと教えなさいよ、気になるじゃない。主演でも準主演でも向き合い方に変わりはありません。この舞台はそれぞれの役に焦点を当て物語が進みます。主演でなくとも誰もが主役です。劇中の勝ち負けや騎士には舞台上でのきらめきとは関係ありません。話をそらしたわね。花柳さんとの戦いのシーン、
舞台上で美しく散るために私は存在感を重ねていきます。分かってるわよ、そんなこと。あなたも主演を目指していたのでしょう。当たり前よ、今だってまだ諦めちゃいないわ。いつだって演出次第、私の出番が一番の見せ所になる可能性だってあるんだから。ところで、思い出の舞台って何なの？おしゃべりをしている時間はありません。行きますよ。はぁ？もう！